アルブを着た聖公会の司祭。ただしこの司祭はストールを羊のように着用し、羊の祭服着用の模様を撮影させている。アルバはカトリック教会、聖公会、他プロテスタントの一部といった聖方教会の礼拝で用いられる衣服。日本聖公会ではアルブと表記する。くるぶしまであるゆったりとしたローブであり、通常は紐を用いて、 腰回りを締める。カトリック教会においては、ミサジの装束として、司祭や除祭だけでなく、神徒奉仕者も用いている。司祭や除祭は、アルバの上に、カズラやストラ、あるいはダルマティカをまとって、ミサを建てる。カトリック教会においては、第二バチカン公会議以前には、レースの技巧が凝らされたアルバがよく用いられたが、現代ではシンプルなアルバが用いられている。 聖公会においては、主教、司祭、執事がある部を着用する。古代ローマで用いられたチュニックが元になっている。初代教会の頃から聖職者の衣装として用いられていたとされる。当時のチュニックは、竹が膝までの半袖であり、一般に毛織物性であったが、礼拝に使用されたものは白い麻などで作成された。 このことから、ラテン語で白色を意味する語アルバスから、アルブと呼ばれるようになった。司祭の実の清し清しと潔白を意味する。ありがとうございます。